入れてください。駐車券を入れてください。でご利用ありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。パルコになってる。こうやってなんかちょっとずつ変わっていくんですよね、来るたびに。この辺は私の出身地なんですけども、ちょっともうだいぶ景色が変わってるでしょうね。当時住んでたところとか多分ないと思います。この辺まあ1歳くらいまでしか住んでなかったので、まあほとんど景色が変わってますよね。まあ、この辺が生きの松原っていう松林ですね。ずっと唐津の向こうの方に虹の松原っていうのもあるんですけどね、こっちの方は多分規模は小さいと思うんですけど、虹の松原もずっと松が続いてるので、あっちはかなり大きいですけどね。潮干狩りに来たような気がするんですけどね、勘違いかな、別のとこだったかな。ちょっと一回コンビニに入ろう。
まだ6月ですけど、ちょっとずつセミが鳴いてますね。夏は完全に夏ですけど、季節じゃないよね、多分。おお、ここバス通るのか。すごい。ピークやと思う。じゃあちょっと
って聞いたことあるな。九州大学こんなとこにあるのね。福岡市内にあったのはこっちに移転したのかな、キャンパス。
ょっと行きとは違った道を今切ってまして、ここマリナ通りっていう通りなんですね。こっちの方があんまり混んでないので、まあ、こっちの方があの海沿いを走ってるんでね、こっちに福岡タワーが見えますけど、まあ、この辺はね埋め立て地で新しい建物が多いですね。まあちょっとせっかくなんで見栄えがする方を通りますか。すごい福岡タワーですね。ここは今ヒルトンってなってますけどね、あのホテル、昔ホテルシーホークだったかなっていう名前だったんですけどね。ああ、一応ホテルはシーホークっていう名前は名前みたいですね。ヒルトン福岡シーホークみたいですね。はい、ここがソフトバンクの本拠地のヤフオクドームでよかったですかね。ヤフオクドームからはまだ変わってないですよね。ヤフードームがヤフオクドームになって、それから変わってないですよね多分。右がね、こう西公園っていう桜の名所になってるんですけど、実際にはでも行ったことないですね、桜の時期に。じゃあちょっと天神に戻ってきたので、今からホテルにチェックインするんですけども、ちょっと駐車場はついてないので自分でちょっと探さないといけないんでですね、今からちょっと駐車場を探して、チェックインしたいと思います。どうもありがとうございました。